さあ、どうも始まりました。はい、こんばんは。尋問コーナーの時間がやってきました。はい、分かってんだよ。はい、分かってんだよ。バレてんだよ、もうバレてんだよ。何もしてないです。分かるよね。はい、分かるよね。はい、何やった。いや、何やったの。何もしてないです。分かるよ。取り調べでございます。何そんな、いじめてるみたいだからやめてよ、ちょっと。いや、はい、俺がいじめてるみたいじゃんね。ねえ、ねえ、ね。はい、ってことで、はい、今日はプレスオーナー、はい、前回もプレスやったんだけども、はい、ちょっと年齢が違うし、まあどんな感じかなと思って。はい、何。いや、俺いじめてないからね。はい、やめてね、ちょっとそんな。はい、なんだよ。なんだよ。はい、はい、ということで、はい、です。自分で買った、うん、お金盗んだの。いや、違います、自分で買いました。一応買ったちゃんと ローンですけど、自分で買いました。買った。はい、イモビ買ったとかさしてない。はい、さしてないです。ね、はい、じゃあちょっといろいろ聞くと、正直に、はい、僕人がやめてね。はい。はい、正直に答えください。はい、じゃあプリウス、なんで買ったの。あ、なんで買ったの。なんで買ったの。本当はセダン乗りたかったんですけど。セダン乗りたかったの。はい、ちょっと燃費とあれ、燃費がいい車、はい、になって、で、プリウスが欲しいなと。プリウス買いました。ちゃんと喋ってよ。はい、ね、はい、ボリュームちょっと上げよう、声の、声のボリューム、はい、こうやって。で、プリウス買いました。プリウス買ったね。おー、じゃあ、いろいろ聞くよ。はい、実家暮らし。はい、もちろん実家です。実家暮らしなの。はい、何歳。19です。若っ。はい、若っ。はい、19歳。はい、19歳らしいですよ。じゃあ僕の行こうですね。いやいや、19歳ですよね。18歳ですよ。ああ、そっか。11回目の18歳です。12回目。12回目。今年12回目ですね。18歳ね。はい、ああ、そうですか。はい、え、何言ってんの、このハゲみたいな顔しないで。本当に。ごめんね、なんか変な茶番につき合わせて。いやいやいや、しないです。ごめんね、なんか。はい、じゃあ、わからなくなってやる、ちょっとカンペいい。カンペ、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 ちょ。じゃあ実際にさ、はい、今学生。はい、学生です。専門学生。専門学生です。バイトしてる。バイトしてます。おお、バイトでプリウス。はい、週何ぐらい働くの。週5、6です。週5、6ってほぼほぼほぼ毎日。はい、何時間ぐらい。いや、学校の時は学校後で3、4時間で、で、土曜日が1日出た。それで間に合うの。間に合います。これ学校で通ってんの。いや、違う、学校は普通に電車で。電車か。はい、普段は乗らないじゃん。普段は乗らない。あで、実家で普段乗らなくてバイトで。あ、ね、生きるの。維持、維持はギリギリです。はい、悪いことしてない。してないっす。マジでしてないっす。あの、こうやってこうやってなんか入れてたりしてない。これ。いや、してないっす。じゃあ、じゃあ何、家にお金は入れてる。入れてないです。入れてない。お、最近多いですね、なんかすねかじり系オーナーさん。まあ学生からしょうがないね。学生からね。学生これからだね。ズバリ聞くよ。はい、バイトって月いくらぐらい。月は10前後っす。前後。はい、まあだからあの9、10、11、12とかそうなんです。そんな感じです。バラバラだと思うんですよね。はい、9、10、11、12で維持できる。維持ギリギリできます。できるの。はい、大丈夫。できます。多いと、多くてもでも 10超えるぐらい。はい、あ、平均的で10万前後。はい、じゃあその10万前後からさ、はい、じゃあまあ家にお金入れてないんだよね。家に入れてない。携帯代とかは払ってないです。はぁ。え、携帯代は払ってないです。え、マジでそこ倒れると思う。はい、いやいやいや、本当に。本当に。なんか俺一人で滑ってるし。払ってないの。はい、なんで。あ、今流行りの、あの買った携帯、あの、あ、闇取引使われる。違う。ちゃんと名義ある。名義あります。え、誰が払ってんの。あ、親ですね。親。もうその時点でいいっすね。まあ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 、まあ、お母さん払えって言わないの。言わないです。言わない。学生のうちは大丈夫。あ、学生のうちは払ってあげるよ。はい、じゃあいっぱい留年すればいいじゃん。それは、それだと払ってくれない。学生の時から払ってくれないです。じゃあ電気も母さんじゃ払ってない。払ってない。じゃあ自分の給料は自分でまるっと使えるんだ。そうです。あ、いいね。はい、いい。じゃあ実質変わらないじゃん。その一気や、普通にさ、賃貸でまあ一人暮らししてる人と変わらないじゃん。そうです。残るお金って一緒ぐらいと思うから。そういうことですね。でも遊びたい年頃でしょ。はい、ナンパしたりね、ナンパしたりね。しないです。ナンパしたりね。しないです。しないの。はい、そういうのはしないです。女と飲み食い行ったりね。いや、しないです。彼女は。彼女はいます。彼女に金かからんの。いや、でもそこで、そんなでもないです。
もしかして出させてる、出させる系、出させてない、出させる系オーナー、出させてないです。彼女さんはおいくつの方の、はい、同い年です。同い年、はい、あじゃあ割り勘とかおごるの？いや、日によります。日による、はい、ホテルとかどうすんの？行かないです行かない、はい、自宅で済ませる、自宅で、はい、車？あ、だからさっき止めてほしかったの？あ、いや違う、僕は乗ってないですけどあることないかするまでね、はい、じゃあそういう恋はどこでやるの？いや、そういう行為は関係ないです。お財布事情じゃないですよ全く関係ないです。全く関係ない、あ、これ失礼、ついそういうこと聞きたくなるもんね。なるほどね、はい、どうここで話しましたっけ。あ、車の保険は、保険は自分で払ってます。1万、保険は払うの自分で、1万5000円。え、このローンは自分で払ってる？ローンも自分で払ってる。月いくら？月は3万ぐらいです。月3万、はい、で、保険が15ぐらい、もう4万5000。4万5000円で、ケタは払わない。ケタで払わない。もうほぼほぼ半分ぐらいは、はい、まあ消えてるんですよね、はい、その後半分何ですかね。半分はガソ…いや違う、ガンダガソリンと、ガソリンと、それこそ遊んだり、あと、そう足らなくない？足りる？いや、ギリギリ足ります。だって飯食いに行ったりするでしょ、はい、ホテル行ったりするでしょ。でもバイトでほとんど…そんな嫌な顔するんだよいや、違います。でも大体まあなくなるね。なくなります。金欲しいなと思わんの？いや、思いますけど、まあ、我慢してる。我慢してます。だってカスタムできないじゃん。いや、その残った半分で。残るの？あの、その残ったというか、あのローンとか払って残った半分で。あ、そのい、はい、そ、まあ、例えば、まあ、5万何がしぐらいで、はい、まあ、うまいことやってるってことなんだ、はいはい、車検とかどうすんの？車検はちょっとずつ貯めてます。貯めてるんだ、はい、貯金してる？貯金は、いや、あの、その税金とか車検はしてますけど、普通の。そんなに、じゃあ、車検だの税金だの来る時のために、それはしてますけど、普通の貯金はしてないです。まあ、でもまだまだ若いから、はい、そんなにね、老後じゃないから、はい、今やりたいことやりたいじゃん。はい、やれるんで、今しかできないんで、ね、なんか違う風にやれるってやれるってね。何、なんかごめんね。いやいや、大丈夫です。いじりたくなるんだもんねでも、まあ、若い子は ね、うん、若い子なりに頑張ってね。そうだね。え、本当だったら何が欲しかったの？クラウンです。もしさ、18200系、はい、どの方？ 18200系がいい。じゃあ、本当にじゃあそれを買ったら今どうなると思う？いや、もうパンクします。多分、ヒーヒーだよねするかな。ガソリンと、あと駐車場はこれしか止められないんで。あ、また借りだからね、別に、はい、そしたら完全にパンクしますね。ダメだね。残りの半分、その、多分あれじゃない、あの、クラウンに乗って、あの、バイトにその行くためのガソリン代をバイトで稼いでね。そうですね。通勤するためのガソリン代を、ね、そういうことですね。稼ぐことになるね、はい、それはまずいわ、はい、本当に欲しいけど何？やっぱクラウンなの？クラウン。会社欲しいと思うの？いや、ベンツも乗りたいなって。ベンツ、はい、まあ、20年早いわまあ乗れると思うよ。就職したら、ね、仕事すればね、はい、まあ将来ね、いいところに就職してね、はい、いっぱいもらうもんね。いや、頑張ります、ね、なんかディーラーに行くって言ってたよね、はい、ディーラーに行くの？行きたいなって。ディラってそんな給料良くないよ。良くないよ、はい、20行かないんじゃないですか、はい、最初入って18とか17とかじゃないですか。つらっ。辛いっす今そんな感じじゃん。そう、はい、もっといじりたいでしょ車、はい、あと若いとさ、ほらあちこち行きたくなるじゃん、はい、どうしてもね。どうしてもガソリン代もかさむもんね。だからプリウスか、はい、そうです。あ、でベタ踏みしてね。ベタ踏みして煽りたくてね。いや、煽りたくてないっすごめんって。別に悪意じゃないから。そんな落ち込まない。落ち込んでないです。全く落ち込んでない。言われるよ、ちゃんと喋れやって書かれるよ。もう遅いっす。もう遅い。もう遅い。もう遅い。まあまあまあ、照れてるね。はい。まあ、こんな感じでね。学生さんでもプリウス維持できるんだよって。そうそう。じゃあさ、学生でプリウス乗る行為じゃん。遠くない？いる？周りで。プリウスはいないです。アクアとか。いや、アクはいない。クラウンとか乗ってるし。乗ってんの？その違い何？自分とその違い。わかんない。もともと貯めてた貯金とかね。貯めてた貯金って言ったってさ、限界があるじゃん。はい、車体が買えるんだら、どうもない。維持の問題やん。あと駐車場とか、環境じゃないですか。でも大して変わらんくない？だって、同じ商社と。まあ、確かに。でも駐車場がうちの周り高くて。あ、神奈川は高いね。場所によって。はい、どのくらいするのかな？道路の近く2万ぐらいです。2万する？うん、近くだと。ああ、そうかそうか、あの辺高いもんね。ああ、そういう感じか。しょうがないね、じゃあ。無理です。なるほ
じゃあこれからほら学生オーナーでプリウス乗りたいって人がいたらちょっとアドバイスなんかある、はい、あ、全然維持できるんで、全然いい車なんで乗った方がいいと思います。そうそうそう。ね、乗れるよね別に。全然乗れます。まあだから最初はちょっと親の背でかじりながらね。はい。ちょっと申し訳ないけどね。はい、お母さんつって、お父さんつって、はい、パピーつって、ね、はい、肩も揉んどいてね、はい、あ、ガソリン代がないなっつって、ガソリン代欲しいなってことかね。はい、はい、それで、はい、つないで。乗り切る。はい、乗り切る。はい、で、まあ自分で、ね、働くなったら好きな車ちゃんとね、はい、乗るなり、ね、生活するなりすれば、うん、全然大丈夫。大丈夫らしいです。はい、いいなあ、そんな優しい親が欲しい。欲しいなあ。まあ頑張って乗ったね。はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ今日は学生プリウスオーナー。そう。はい。でした。はい。ちょっともっと高級車乗った人見てみたい。どうすね。あのベーロンとか。ね、あのあの辺ちょっと本当にお財布事情。ライカン、ハイパースポーツとか。多分本当にこんな感じになります。アベンタ乗ってるオーナーさんとか、とかね、親に買ってもらいましたとか言って、じゃあびっくりしますね。いや、俺アベンタ乗ってるよっていう学生さんいないから。ぜひぜひね、いたら。コメント欄絶対あるよね。ぜひいたら。俺の19歳のアベンタ乗ってさ、親に買ってもらいましたぐらいな感じですから。まずいっす。まずい。まずい。はい、そろそろすぎですね。いや、それはそれですごい。いや、あの貿易会社の社長だもんね、して。うん。叩かれるめっちゃ絶対ですね。絶対叩かれる。うん、やばくない？やばいっす。やばいね。はい、はい、ということで。はい、どんどん応募してください皆さんも、はい、ってことで皆さん今日はプリウスのお財布事情でした。はい、皆さんさよなら。さよなら。なんでそんなさ、いやいや、じゃあもう一人いるといないでだいぶ違う。テリアさん。はい。じゃあ人見知りです。はい。人見知りなんだ。はい。I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed down no